違ったんじゃん。え、怖っ、待って。ええ、やばいじゃん、めっちゃあるじゃん、めっちゃあるじゃん。あなたはここで亡くなられた方ですか？なんかその辺誰か踏まなかった？なんか下にいたぞ今。ほらほら笑ってる。やばくね、やばくね。待って歩いてる歩いてる。やばかったら離れた方がいい。気持ち悪い。吐きそう。ちょっと待って待って、泣いてる。ノリ、ノリ。出張ホラーナイト in 北陸。福井、富山、福井、富山、石川、ワンチャン新潟ぐらい、その3県か4県を、まあ今回新しく巡っていくというか。何を笑ってるこいつ、すんげー長いクマくっついてるこいつ。ほら、どこで引っ掛けたの。嘘、これ意味が分かんない。イコノスが行くようなところ行ってないでしょ。何これ、よく分かんないけど。怖っ。新体制での初の出張ホラーナイトなんで、皆さんにいい映像届けられるように、体を張って気合い入れてやっていきましょう。うん、そうですね。初心者だなっていうポイントがあるんですよ。うん、こちらです。グッチで食なよ。そう。お前さ、そう。バチ汚れるぜ。それで駅で俺らケラケラ笑ってた。そういうこと。うん、そうだよ。すげえ。こんな靴汚していいわけないやんって。ノリこうなるよ。自慢しがこんなんだよ。ボロンボロだから。え、いやいや、ちゃ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 、お前ら先言え。わかるやな。じゃ分からんって。初参戦だよ。ということで、北陸シリーズ、はい、気合い入れていきましょう。おいよ、いきましょう。めっちゃ怖いです。そうだね。え、やばいんじゃね。見たことない。音なんか鳴ってるし。早速ですか。えぐいって。もうすぐ着くと思うんだけど。はい、ちょっと怖いこと言っていいですかね。はいはいはい。俺めっちゃぼーっとしてきてます。マジ？え、大丈夫？中からなんか悪感とか気持ち悪さがちょっとしてて、それで寝るっつって寝てたんだけど、近づくにつれてやっぱおかしい、おかしいなって思う自分が。え？いやだってめっちゃぼーっとしてるもん。そうだね。なんかさ、こう人形みたいになってる。なんかおかしい。確かに。頭は普通に冴えてるけど。寒さとか。体がだるいって感じ。やばいやばい。なんかあの時と一緒だよ。取り憑かれた時と似てるよ。似てる似てる。え、いや、なんて言えばいいんすかね。難しいですね、ちょっとね。そうなった場合はすごい。でもなんか伝えたいってなりますね。うん、この感じを伝えたい。はい。いや、なんかおかしくないですか。俺大丈夫ですか。簡単に言うと、なんかここになんか残ろうとしてるっていうか。こんな感じだった、うん、なんか、うん、まあ、返事遅いし、うん、遅いし、いや明らかおかしい。頭回ってね、うん、戻らん。一旦戻りますか。うん、戻るか。さすがにちょっとおかしいだろ。うん、おかしい、完全におかしい。
もうそこがトンネル、うん、もうすぐだ、ね、そこで U ターンしよう、うん、危ないよ、危ない、うん、しかも今トンネルなんか取ってきちゃうわ、嘘、え、結構マジで、どうした？ちょっと U ターンし、 U ターン、どうした？やばいやばいやばい、今マジやばいみたいな、え？え？どこだどこだ、ちょっとゆっくり行ってる、多分ここだ、え？今さ、人いたの見てた？え、全然、いやいやいや、いなかったでしょ、いたんだよ、うん、見えてないの？え、全く見えてない、それがやばいんだよ、ピンクのマジで怖いんだけど、大丈夫？いやいや全然いない、いないいない、ピンクのなんかシャカシャカみたいな、うん、着てて下はジーパンかなんかが、うん、ちっちゃすぎて、うん、子供かなと思ったらなんか曲がってったの、そこ今のところ、ええ、格好はおばあちゃんみたいな、おばあちゃん、元気めのおばあちゃんみたいな、厚めのさ、うん、なんかシャカシャカ系のなんかジャンバーみたいなの着るやん、はいはい、着てる、ん、何？今歩いてきてて、ちょっとやばい、マイク、マイク、ちょ、マイク、ちょ、ちょ、離れた方がいい、確かに俺もバックミラーで人影が見えた、ここは大人なんだけど、うん、ちっちゃすぎて、うんって思ったわけ、うん、うんと思って、あ、曲がったなで、これ一応目視はしたの、うん、いないの、それで、あ、やばいの見たかもと思って、うん、今言ったんだよ、うん、え、だって止めてっつった瞬間めっちゃ怖かったんだよ、うん、じゃ大きさがだっておかしいの、だってさ、普通に俺運転してるじゃん、俺からは大気が見えないわけない、そう、俺が見えないわけないんだよ、あ、本当だ、で、俺全く見えてないから、まあ、一応別にまだワンチャンあれぐらいの時間だけど、うん、歩いてる感じおかしかった、普通に歩いてるっていうよりはなんかこう、うん、ブリンブリン歩いてるみたいな、え、さっき見たんだけど、じゃあ、やめてやめて、いや、ほんと、え、でも俺見たっつったじゃん、え、それ歩いてきてるよ、こっちって、そう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 、え、だから歩き方おかしいなと思って、はぁ、そんならまた曲がってたんや、また曲がった、曲がった、俺の記憶的にはね、顔が見えないよね、見えなかった、ないみたいになって、うん、簡単に言うと今冷静に戻ったのにね、さっきあのトンネルの前行って、うん、やばすぎて離れていく途中にちょっと、ね、シュッと戻ってきてたの、うん、そろそろもう元気になりましたっていうのを撮ろうとした時にやべえことになるっていう、歩き方おかしすぎて、うん、前に進んでんのか、こっちに来てんのか分かんないんだよ。マジそれ、ちょっとやめようのに。なんか絶対やばくない？本当にこう。そう、マジで分かる。マジで。左右に。あ、もうノリ一緒だわ。え、一緒だよね。絶対に一緒。一応 U ターンしますか、映像撮りながら。分かりました。怖いな。え、ちょ、おい。マジ？完全一緒だ。ノリ一緒、完全一緒。ピンクのなんかレインコートみたいな。そう。怖い一緒。うわ。怖いよね、完全一致、やばいよね、ちょ、そう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 、フードみたいな、そう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 、感じだから頭のあれが分かんない、そう、分かんない、これだ、この奥、これこれ右に回った、ちょ、マジで怖いんだけど、怖っ、意味が分からんて、きついな、気持ち悪すぎるんで外の空気することにしました、はい、ちょっと二人どうしたの、マジ大丈夫、俺も吐きそうになってる、サイズはこんなもん、そうそうそう、こんなもん、ちっちゃで、じゃあもう人じゃないよそれ、もう作り的にも家なんですよ、この曲がった時、なんで家に帰るんだったら出てくるわけないし、ノリが見てる以上は一回家の方に入って、そっから 2,30 秒かけてなぜかまた家の外に出て、
関係ない方向に歩いてきてる。そうそうそう。ちょっと今なんとなくこの状況を理解したというか、行きの時からちょっと俺とノリ揃うのヤバそうだなみたいな話してたじゃん。してたしてたしてた。それの究極版でスタジオでもあんだけ現象が増えてるわけよ。うん、やっぱ霊に好かれるのは事実なんだと思う。この二人がいるの、うん、今それがまんま激しく起きちゃってるから、俺ら心霊スポットにすらたどり着いてない。そうだよ、ほんとだよ。もうヤバすぎて。そう、一箇所目行ったのにあまりのヤバさに今 U ターンして別のとこ探して、うん、その探してる最中にこんな現象起きて、うん、心霊スポット行けてないのにもう一本になろうとしてる。そうだよ、ヤバすぎて。何が怖いって大気が一つも見えてない。そう、運転してる人が見えてないんで、俺とノリが見えてる。何言ってんのって感じ、俺からすると。半切れだもん、なんかもう怖すぎるし、その正義切れて苦しいよ、ずっと呼吸しにくいし、狭いというか、吐き気も若干ちらほらも来るし、うん、なんか俺この出張シリーズ何も取れないんじゃないかなみたいなテンションになっちゃってる。だってこんだけ新スポ巡ってきた師匠がってことでしょ、なんか本当にヤバいと。ここが集まったらそういうものになってしまうのか。だってこんなことなかったもん今まで。なんならうわもう嫌なかった。ああなんかヤバいわ。ああヤバい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 。いらんこと始まってるわ。なんで今そうなってたのか。勝手に送られてきた。ちょっと待って怖いわ。大丈夫かな。大丈夫。じゃ落ち着こう。いやお前だ。違う正義がね。正義がおかしい。違うおかしくないおかしくない。違うヤバすぎて。なんでこんなの送られてきてんだ。お前といるのヤバすぎるなって今テンションになって、うん、じゃ元気になってるだけで、うん、怖い、めっちゃ怖いよ今から。大丈夫、うん、言っていいのか怖い。でも送られてきた。送られてきた。把握してるじゃん、寄り添ってるじゃん、うん、だ取りつかれるよりじゃん、危ない方向に行ってるじゃん、うん、まあ、そういうの踏まえた上で何度も何度もこういうことやってるわけ、うん、で俺とノリが多分見てる位置が一緒な可能性が高いの。前にも後ろにも進んでないように見えてたわけじゃなくて、マジで前にも後ろにも進んでないだろ。で鳥肌やばい。マジで怖いんだけど、なんか遊んでる時に交通事故でやったんじゃないか。鳥肌やばい。いや俺もやばいよ、もう病気みたいな。やばい、やばい、やばい。こんなことお前なんでイメージしてるか。やばい、確かにやばいやん。どうか意味がわからん。どこの心霊スポットももう正義連れてきたくないんですけど。この後何か起きるんだったら急遽今日中にメンバー変えます。あ、一箇所も来てないのにこの時間こんな意味わかんないとか止まってるとかないから。ないないない、ありえない。今まで一回もないから。一回もない。ないないない。俺が来てから正義がやばかったとか、正義が受信元みたいな。でも何かあったっけスタジオで。俺が来てからアカシックあったし、アカシックレコードってあるの言われてる都市伝説。はいはいはい、うん、はい、それがなんか宇宙にある全ての情報とかを把握してるような図書館みたいなこと言われてる。だからまあみんながどう生きてどう終わっていくのかみたいなのを全部知ってるみたいな、はいはい、うん、なんかねそういうところからなんかこう伝えられるっていうか、君はこういうことするために生まれてきてるのかみたいのをなんかすごい送られてきたんですよ。へぇ、受信元みたいな。確かに確かに、なんかやばいって。さっきもさ、あんのこんな不思議なこと、ね、今回のね出張ホラーライト北陸編マジで期待した方がいいかもしれないですね、はい、僕らは本当に多分怯えることになりますけど、映像としては皆さん相当楽しめるんじゃないかなっていうのも、なんかもう革新的なテンションで言えるっていう、うん、今がやばい。こんなことない、ないないない。こうただの田んぼな、うん、すっげえ喋った。行きたくない、行きたくないの、すぎんの。さっきは人形みたいな、その映像見てもうめっちゃ撮られてたんですけど、で、うん、逆に今もなんかハイになってないみたいな感じだったけど、あ、それはある。今俺も言われてよ。俺もね、俺も変だと。なんか間じゃん、いつも、うん、なんかおかしいぐらい喋ってる。上がっちゃってる、うん、やっとまともになった気がする、うん、ちゃんとしないといけないよみたいな、上げてかないと。やばかったね、かなりだね。そうだね。俺もさっきの車の中で喋っとかないといけないんですよ。喋る楽しい。マジで楽しい。苦しさみたいなのもないし。ない。ちょっと待って待って、泣いてる。ノリ。ノリ。
日本で2番目に実が多い心霊スポットなんです。マジ、ちょっと待って、今聞こえたよね。聞こえたよな。うーわー、見つけちゃったよー。てかもうさ、うわ、鳥肌やばい。なんでこんなとこにあんの。もしもし、キュレと。はい。なんで。ラタンじゃん。え、こう、待って。え、おお、めっちゃあるじゃん、めっちゃあるじゃん。怖っ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 。てかなんか、ちょっと待って、なに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 。え、トロ、